村上重太郎さんは当時19歳、6日の午後、広島市郊外の解体地から大芝町へ向かい、救援作業に当たりました。その後、原爆症に苦しみ、今も入退院を繰り返しています。だから徴兵検査がね、その当時は1年繰り上げて検査受けたんです。というのはあれが、まあ20歳でね、徴兵検査は当時、それをまあ19歳でまあ受けたわけですね。まあ軍隊であったですからね。でその原爆落ちた直後に市内入ったもんですからね。それとやっぱりそれまでに、そのどないいうんか、農家のですからね、小さい時からもう小学校降りるか降りんかでも硬いにもうするどんどんするし、もう体やっぱり鍛えられとったんでしょうね。その頃は、記者の中です。というのは、千葉の連隊に入っとったんです。千葉から、千葉をね、8月の5日の午前中に出発したんですわ、千葉県をね。それでもう、その当時だから、どんこでどっとこどっとこ掘りしむいてきちゃうんで、僕らはどこ行くもわからんね。ただ連れて来られるから。それで、その日の、晩、夕方6時頃だったと思うんが、京都に着いたんですわ。そして、夜が明けて見たら姫路です。その間、汽車が動いてない。空襲で。それで夜が明けてからまた汽車がごっとごっと動きかけて、どうせ岡山、このまま岡山あたりは12時、そこらだったんじゃないかなと思うんですね。ほんで広島まで行ったわけですわ。そのね、広島の海大地があるでしょ。海大地駅っていうか、広島二つ手前の駅ですよね。そこで汽車を降りたんです。それ以上はもう汽車が通れなかった。というのは、機上が、レールがもう雨以外ないなんじゃ。ね。ほんで、直後ですから、ほんで、そこへ解体地着いたんが、おそらく午後2時頃だったと思うんです。それから歩いて、大芝町まで行ったんですわ。だから、この地図で、どこの方、どう通ったもんか、全然わからんですけどもね、中心地も通っとと思うんです。それで大芝町にその小学校を軍隊が接収して兵舎にしとったんですね。それでその兵舎もその原爆をやられて、その家が潰れとんですね。たまたま軍隊がおるもんだから火は出さなかったらしいです。それでもう部屋の下敷きになった兵隊さんもおりました。僕がいた時にはね、そしてもうすぐさまそういうような人を助けたり、まあいろいろいたしましたからね。うん、で、歩いてそのお城まで行ったんけさ、時間にして2時間もかかったんじゃないかと思うけど、わからん、もうその当時のことだから。それで いきなり、すぐね、どの川であったかどこかわからないんですけれども、その部隊の、別に、まあ、兵舎があったんでしょうね。それを、その川を渡って、兵隊を助けに行ったわけです。怪我しとるから。それで、行った時にはもう、とにかく、
海田駅に駅に行ったときこれなんだろうかと思ったんですね。もう怪我人ばっかりで4列5列の渋滞でずらーっと並んでて駅まで来ようんですわね。これ一体どれなんだったね、何やと言いながらばこれはもうそれ引率されていった。そしたらその当時まあ軍隊であった革靴は履いとるけども革靴がないんですよね。地下旅だったんですわ。僕は千葉から来たのはね。ほんだらもうアスファルトビヤビヤ暑くてね、他家という家は見渡す限りもう潰れちもて、それでもう火災で焼けて、もうほとんどの家は焼けて、大方焼けておりました。ね、それでその行く途中に僕はその時に銃空やな、ところだから人間の死体見たことはない。それまでは。それだからもう、見るのが気色が悪いという感じですわな、その頃は。子供あげやから。ほんだらもう死体にね、死体がもう行く道にコロ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 ね、転がっておりましたわね。俺はもう悲惨だというか、もう、これ一体何百機だな来てやられたんか、ということを、まあ、ある住民の中で一人生まれたその人も聞いたら、飛行機一機だと言うんだな。一気ですね、これは、誰も信じられないんですよね。もう死体だけです。家はもう全部潰れて、それでもう見渡す限り焼け野原ですからね。ただ、残っておるのは鉄筋の家、ね、いわゆる、コンクリートの家だけです。その家ももう中は焼けて、ね、真っ黒で。そんな状態、これどんなんだったんだということをね。それで、まあ、住民の人に聞いたら、飛行機一機だと言うんだな。それでしかも空襲警報が出て、解除になって、空襲が。その解除になって途端に、ドカーンということでやられたそうですね。当時のこと何わからんのやつね。爆心地がどれや、なんかな。ただ、その川を渡って助けに、救助しに行ったり、横川駅から、南もっと行ったかな。横川駅より南の方の方向だったと思うんですね。歩き回ったり、それから、アクリヒなんかはね、軍隊、一般の人はね、掘ってあるんですわ。女の人がこう、うつむけになって倒れたりな、人っても、軍隊はもう軍隊だけをね、さっき収容しました、男の子ね。というのは民間人は誰が訪ねてくるかわからんし、ね。ということでないかと思うんですね。の怪我した人を助けに行ったわけです。それで、その、川を渡って行ったまし知っとんで、川が、その、引き潮でね、水が引いとったわけ。引き潮なんなく渡れたんですわ。それで、川渡ってからもう、焼けの花の木とか、なんとかいろいろ集めて、それで担架を作って、それで怪我しておる人を、自分の大島町の兵舎まで連れて帰ったんだとかな。ほだけど、もう、とにかくその当時軍隊のシャツがこんな広いんですわな、半袖シャツで。それでもそれは通らんほど晴れてね、焼けとけ。もう皮をくるっと剥いて真っ赤な肉体がね、顔でも首、特に首からあたりが。見られたあれではないですわな。しかしそういうのは虫の息というかな。
そういう方をもう、丈夫なわしらだけだから、そこ入った人間だから。担いで、お仕事の前に帰ってきたんですが、帰りには今度はどん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 潮が満ちてきたんだよね。そしたら川のへちな沿岸でずーっと、一般の方ですとかね、市民が、川の中で倒れてて死んどんだよな。それがどん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 流れてくるんですよ。ねえ。ほんだら僕ら、純平原ってその子、人間死んだん見たことがなかったぐらいだから、恐ろしいって俺。ほんでこう、担いで、ちょっとここまで、胸までもう水が来ておるんですから。ほんで死体がぶつかってくるんじゃな。あ、気性苦労はいい。って言うから、もうとにかく言いた気持ちなかったですね。当時天候がものすごく良かったわけですね。どうせ30仕事もあったんだと思うぐらいが暑かったです。それでね、その、ご婦人の方がな、倒れたの全部うつ伏けになった。ね。それをその、ちょっと動かしたらもう、腐って、ダーッと水出るわけね。そういうのが特にな、もう、あれです。それで、それはね、四五日もしたらもう広島市内のハエ、ものすごいハエが湧いてね。俺らもう、本当に地獄ですね。そんなんですわ。一気の飛行機で、な、それでパカーンと爆発したんだというだけで、その信じられんですわな。その時にそれが原子爆弾だということはわからない我々ね。原子爆弾の意味はもう、軍隊解除になってこっち帰ってきてから5ですわね。ほんでこんな爆弾だったんだということを徐々にわかってきたんだって、その当時はとてもね、わからんですわな。ありました。それはもう下痢しました、第一ね。それで、その頃食べ物ね、ろくなもんないです。それから入試した時でも、もう食器もない。ね。もう食べ物がない。ただ、高粱、ちゅうんかな。あんなの高糖大豆混ぜたん。おむすび、これが丸くした。おむすび1個です。ついた晩にもらったんがね。ほいで、その、水もお茶ももちろんない。だからそこらで水道のみたいなのがあったところの水汲んで飲んだりね。するけど、もう途端にもうお腹壊してね、下痢しましたわ。その下痢がもう終戦になって、家帰ってからもう、そうですね、1ヶ月半ぐらいは、治れなかったです。今年の3月18日の医者の診断でね、だけども糖尿病、高血圧、末梢神経症、障害、それから肺腺症とかね、それから、頸椎症、頸椎やられるんですよね。その他にも腰椎変形しとんだす、腰椎やな。あんなもう腰がね、がんし、それともう足がもう脆くてね、健康そうに見えるんだけど、もうとてもでない。そう、立てと立てるのがもう立てれんようになってね、ような状態です。これが、ね、今年の3月ので診断しはこんなんですわ。それで、その病が果たして、被爆して、その結果になったんだという因果関係が医者は証明しないんです。これはもう原爆受け取るからこういう、体質になったんだとか、なんとか言うだって医者は聞いてくれない。信用して、因果関係をね、はっきりしないですよね。
役者しておりました。それで、昭和36年だったかね。から、百姓ではこれ食っていけんということです。その頃ね、その間にまあいろいろありました。作物作るんでもね、いろいろあったけど、これでは百姓だけでは食っていけないということで、ね、幸いこの町にその製紙会社ができたんですわ。ほんでこれ幸いと思って、その製紙会社に入って、ほんでまあそれが参考体制で仕事があったもんだから、農家をしながら勤めて、昭和51年だったんかな、2年だったかなって、潰れたんですわ。それでまたこの町内の食品会社っていうか、給食ね、その会社へ勤めて、そこでまた10年余り勤め、それからこの大内ダムがあるんです、その向こうにね、そこのダムの管理に今回ということで、そこへまた10年余り勤めて、71人まで勤めました。やっぱり、被爆二世がどの子の、そのいろいろ世間でな、マスコミとかなんかいろいろ報道ありましたわね。そんなことも心配もしたし、それから一部にはその手当をもらえることをね、お前ら膝にわずか一つか二つかけてたり、すまんしたいという非難もよくありましたわね。だからなるだけもその被爆者の被爆したとか現場の話をしないで来ましたわね。それからこの町内にでもね、兵隊ではないんだけれども現地で死んだ人おるんですよね。僕より2つぐらい上の何やね、広島の玉雲組とかなんとかいう組に行っとって死んで、その親たちに話し上げたらな、涙こぼしてね、それであったらうちの息子はとても良い人なんだろうなということで集ましたわな。アンディちゃんはな、広島のな、この人をいとったんだと。ほんで、こんな子なんだったんで、ああいうでね、まあ、話をしました。ほんで、聞いておって、それがそれで、この四音地前だったかね、ひょっとね、その、孫との話の中で、かける言うんですけどね。ほんで、アンディちゃんだ、自分がここで思っとるかと。僕に話した通り言うたらええでな。そういうのと俺言われてな、この子はなかなかなと思ってな、僕、涙が出ました。なんちゃん、こういうこと言われてな、したんですわ。その孫がね、なかなか、その、物覚えがいいっていうかな、っていうかな、可愛いけどね、孫のこと言うと涙が出るんですわ。やっぱり、これからの、な、若い世代の方にね、見て、ほいでこういうなんだと、ほいで、原爆っていうのが許されんのをな、アメリカはやっとんだと、ほいで、今なお、実験やるような、どんどんね。あれ、これ、最近来た新聞なんだけども、臨海連の核実験だとかね。これどん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 やっとるんだね。ほんで、北朝鮮をでん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 攻めよるけれども、アメリカ自体がこんなことしとんだけどな。これ絶対許せんなんですよ、ほんまに。僕もこの最後に、この文にも書いたと思うんだが、とにかく、こういうことの原爆を今度使うようなことだったら、絶対にな、人類を破滅するぞ、ということを書いてあったでしょ。そういうことですよ。本当にこの時の原爆と今は違うんだから、ね、もしそういうようなものを世界のどこで通さっても人類滅亡ですよ、ほんまに。そう思いますわ。